最初、一番最初のカバーもう大丈夫ですかね。一番最初のカバーを開けます。そうすると中に本体が入ってて、本体のところにもカバーがあります。このチャックを開ける前に45リットル以上のポリのゴミ袋を入れて、そして開けてもらいます。でここに低反発の粒子があるので、これはだいたい10センチぐらいあります。いいですか。で酸化して表面は黄色くなります。これは正常、異常じゃないです。でここに見てください。こんな分厚い低反発が入ってます。大体この位置を目指して入れてもらうと、これバケツなかったバケツじゃないわ、ビニールゴミ袋がなかったらかなり散らかるんで気をつけてください。このくらいでいいですか。この中身ちょっと、ここの中身切れてます。こういうふうに、ここか。それでも散らかりますね。この粒子は、粒子というか素材は、後でへたれた時のためにまた加えることができるので、取っとかれるといいと思います。それでも、人それぞれに合わせる、はい、専用になる。そうですね。だからちょっと治療院で蚊購入されたからもうちょっと柔らかくしてとか、受付のお姉さんを抜いてもらって高さを変えてもらって、出し入れが面倒くさい。そうですね。だから先生が、まあ、受付のことになって、ちょっと散らかり、それくらいの量、今どけた分の量が入るくらいの袋を作っておって、それ何個か入れ込んでつぶつぶしとったら出し入れをしやすいです。ああ、なるほどね。あの布で、そうそう、そう、それが、そうするとやっぱりあのコストが高くなるんで、袋にした、それが上と下とかで高さもこう抜き出しできるようにしたいんですけど、ちょっとまだ工場が小さい、ゲル化した状態に、そういうふうにね、あの商品でありますので、こう抜けるようにそうしたいんですけど、まだこの布が三重構造とかになったら、こんなところで自分のところですけど、そうそう、でこれをするとちょっと弾力性が柔らかくなります。まだ抜けてない。で、こういう風にして硬さを調整して。ありがとうございます。